オーベルツハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州オフフェンバッハ軍の市で、ある。オーベルツハウゼンは、ヘッセン州南部のオーデンバルトやシュペッサルト山地、近くの海抜122メートルに位置する。オフフェンバッハアムマインの南東7キロメートルにあたる。この町は、オフフェンバッハ軍の13の市町村のうちの一つである。本市は、オーバーラインボンジ。 マイン川南岸の森の豊かな地域に位置する。フランクフルトアムマイン及びオフフェンバッハの南東にあたり、南西には行政管区本部所在地のダルムシタット、北東にはハーナウがある。オーベルツハウゼンは、北西はオフェンバッハアムマインのビーバー宿及びテンペルゼ税宿、北はミュールハイム、アムマイン、北東はハーナウのシュタインハイム宿及びクラインアウハイム宿。 東は、ハインブルク、南は、ロートガウ、南西は、ホイゼンシュタムと境を接している。オーベルツハウゼン市は、オーベルツハウゼン及び、ハウゼンの2つの市区からなる。両市区の人口規模は、ほぼ同じである。市域の面積は13.7平方キロメートルで、このうち7.8平方キロメートルが、森、緑地及び、工作地である。オーベルツハウゼンは、 オフフェンバッハウンの全市町村中、最も原石の狭い自治体である。ブルクイムハイン城司オーベルツハウゼンに関する、現存する、最も古い資料は、ゼーリゲンシュタットのベネディクト会修道院の文書で、865年の日付が記され、オバーデューショ村という表記で、この修道院の農場として記録されている。オーベルツハウゼンには、見張り等の形状をした、水木。 ブルクイムハインがあった。ハーゲンハウゼン家の分家であるハウゼン家がここに所領を有していた。オーベルツハウゼンはアムトシュタインハイムに属した。このアムトは、はじめエップシュタイン家の所領であったが、1371年からは、借金の担保として、カッツェンアインボーゲン白家とハーナウ家が、半分ずつ量していた。1393年からは、 クロンベルク家が全域を担保として漁した。1425年にゴットフリートフォン・エップシュタインはアムトシュタインハイムをマインツ選定校に売却した。中世から1819年までオーベルツハウゼンはビーバーマルクに属した。聖ニコラウスに剣道され、1340年にこの村はレンマーシュピール教区に属した。この教会の保護権は マインズの聖ペーター協会は有していた。中間的な管理権は、アシャフェンブルクの聖ペーター・アレクサンダー協会の助祭長が担っていた。30年戦争の間、1631年から1634年まで、グスタフ2世アドルフは、このアムトを戦利品として接集し、同盟関係にあった、ハーナウ家のハインリヒルートビヒホンハーナウミュンツェンベルクと、 ヤーコップ・ヨハン・フォン・ハーナー・ウミュンツェンベルクトに与えた。両白の死後ベスト・ファーレン条約により、ミュールハイムは再び、マインツ選定綱領となった。30年戦争とペスト化により1636年から人口は大幅に減少した。1664年に、マインツ大司教ヨハン・フィリップは、ハウゼン村とオーベルツ・ハウゼン村を、弟のフィリップ・エルバイン・フォン・シェインボルンに急戦。 グルデンで売却した。1806年にイーゼンブルクビル港はシェーネボルン家のアムトホイゼンシュタムに対する貢献を獲得した。ライン同盟の解体に伴い、マイン川南岸の貢領は、ヘッセン対抗国領となった。1819年のビーバーマルク分割後、オーベルツハウゼンの一部はゲマインデバルトに割り当てられた。対抗国内でオーベルツハウゼンは、 1821年までシェーンボルン博の荘園となり、その後はその所属を以下のように変えた。オーベルツハウゼンに駅を有するロートガウ、鉄道オフフェンバッフ派、ラインハイム線は1896年に開通した。ヘッセン州の地域再編に伴い、1977年1月1日に、それまで独立した町村であったオーベルツハウゼンと、 ハウゼンが条例の規定に従って合併した。合併後、この自治体ははじめ、ハウゼンという名称であったが、二つの市区は連邦道 B448 によって隔てられている。1979年9月29日、オーベルツハウゼンは、ヘッセン州政府から都市圏を与えられた。オーベルツハウゼン市の空中写真。 オーベルツハウゼン市長者オーベルツハウゼンの市議会は37議席からなる。2020年3月8日の市長選挙には当時現職だったローガー・ビィンターは立候補せず、マヌエル・フリードリヒが51.89%の票を獲得して市長に選出された。この選挙の投票率は43.22%であった。オーベルツハウゼン市の紋章は三つの山がある上の 分割線で上下に分割されている。上部は赤字に歩く金の獅子。下部は銀字で緑色の2枚の葉と一つの実をつけた多くの枝が直立して描かれている。上りは中央が白で両側が赤。中央上部に死の紋章が描かれている。モンテマーレモンテマーレは屋外プール、レジャープール、サウナを備えた施設である。 元々はアトランティスという名前で営業していたが2005年に経営者が破産した後モンテマーレグループ。この他にバルト水泳プールに隣接してスポーツセンターがある。ただしこの市営プール自体は2010年に施設の老朽化と維持費の高騰により取り壊された。オーベルツハウゼン市内には124のサークルがある。オーベルツハウゼン駅の駅舎ロートガウ鉄道が オーベルツハウゼンを通っている。この町は2003年末から S1 号線によってラインマイン S バーン網に接続している。この町は連邦アウトバーン A3 号線に面しており、エンゲルスバッハ飛行場はもちろんフランクフルトジャンクションを経由してフランクフルト空港までも短時間で到着できる。オーベルツハウゼンは 経済都市フランクフルトアムマイン及びラインマイン地区に近く交通の便が良い立地にある。オーベルツハウゼントハウゼン地区、ミュールハイム及びオフフェンバッハとを結ぶオフェンバッハバス120、系統をはじめ市内を多くのバス路線が運行している。オーベルツハウゼンは長い間オフェンバッハアムマインと並んで比較製品製造の全国的中心地であった。 その製品は海外にまで輸出された。比較産業の衰退に伴い、現在では機械製造業がこの町の産業の中心となっている。住民の多くが近くに位置するフランクフルトアムマインに通勤している。2003年現在のオーベルツハウゼンの購買力は19,315ユーロ人であった。これはドイツ全体の平均の116.3%に、 当たる。基礎家庭学校その他の学校幼稚園、ハウゼン地区には幼稚園が。オーベルズハウゼン地区の幼稚園は、公立3園、教会運営1園である。この他に、この町には、オフフェンバッハ群で、最初の森の幼稚園がある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたもので、日本語版作成時に直接参照してはおりません。 ありがとうございます。